みんなやってくれる。頑張れさくちゃん。余裕って。やばい、やばい、もう早いちゃった。もう早いです。早く言って。せーの。はい。はい、初めて、ゆきのちゃんから、ゆきのちゃんと連絡を取ったのが、1月6日なんですが、1月6日お披露目ですが、ですが、ゆきのちゃんからその写真が一番最初に送られてきたんですけど、その枚数が20枚である、丸か×か。え、そんな撮ったっけ。あ、ゆきのが撮ったってこと。うん、ゆきのちゃんが送ってきた。あ、なるほど。動画を含めないです。動画なんかあったっけ。え、結構送ってきた。あ、×って来てるけど丸も来てたで。20枚、おとといもサインしてありがとうございます。あ、そういうこと。うん、え、待って待って、分からん分からん。ゆきのが一番知って、なんか変な、こんな。うん、×って。え、でもなんか見返してたやんな。ジョンさんに2人でも入る。みんな40枚ぐらいと思うな。え、怖っ。え、何やろ。な、え、何も言えろ。ゆきの、じゃあゆきのの答えたら、答え言ってもらうか。丸。うん。え、じゃあは？バツ、もっと取ってそう。え、待って、怖い怖い怖い。正解は、バツでーす。おー、らしいです。その日は、1月6日にゆきのちゃんから18枚プラス動画を2本送られてきました。多いな。多いな。あ、じゃあ少ないってこと。うん、さくちゃん、さくちゃんは何枚送り返してたの。私その日送ってない。その次は、なんか次がなんかなんか LINE のトークにさっき登っても見えないぐらい写真めっちゃ撮って送ってて。そう、え、なんかさ怖かったからちょ見返して、めっちゃおもろいで。わかった、返事みたいな。うん、返事も大丈夫。この丸松クイズのために見返してて、 LINE のトーク。いや、なんか誰のにしようかなと思って、愛花さんとかジョンさんとか福原アナ。諦めんなよ。ちょっと最後まで喋ってなったやろ今。最後まで喋って。もうなんかね、LINE の画面見せてくれたんですよ。ジョンさんに言ったやつ。ございます。雪乃の写真をありえないぐらい撮ってて、その後に、え、でもあれ同じ写真やね。え、そう、なんか雪乃の壁写の写真をめっちゃ撮って、そうそうそう、1個だけ光挟んで全部雪乃の写真をやってて、そうそうそう、そうやってて、やってて、もうさくちゃんがマジでめっちゃ初期そんなストーカーみたいな。上中美希さんに言ったやつ。マジで初期は雪乃推しなんです。あ、そう、初期はマジで雪乃にしかおらんかった、一緒に。ちゃうね、ほんまに。めっちゃ好きやったね。なんか過去の話みたいな。今は今は今はねえ、やめてよ。なんかな、ご褒美、あ、ご褒美ですか。なんかな、わかめで。あのさ、何の時やったっけ、お迎えが来るの遅かった、私ので、なんか夜遅かったから危ないかもみたいな感じで、ゆきのちゃん車来てるのに待ってくれてて、かっこいいってなって、あれ、これ次。そんなん覚えてんの。やば。今はアンジュさんよなってきてますね。今はそうやな、昨日はだって、だってロック画面アンジュさんとの衝突も。確かに。アンジュさんには負けました。負けてない、負けてない。アンジュに惚れた理由は何なの？なんか、どんな、あのコメント読もうか、どうしようか。あの惚れた理由を教えて。パフォーマンスをめっちゃかっこいいのに、なんか喋ったらすごいなんか面白いのが。なるほどね。あ、ね、なるほどね。天然やもん。ポギーさんギフトありがとうございます。ありがとう、みんな優しいね。ごめんなさい、毎回同じ方向。今雪乃ちゃんやね。自分を映しなさいよ。雪乃ちゃんもメンバーを盗撮してるって言ってたよね。私も配信しちゃうわ。やばい、めっちゃ盗撮してる。でも私の盗撮やな。あれやね、みんなに分かるようにしてんの。そうやね、そうやね、雪乃は分からんからな。なんかな、分からんかったらさ、ほんまに犯罪チックなさ。なんで？やだ、雪乃だけのお写真。ええ、お写真。ちょっと怖い怖い怖い。雪乃だけの写真やからやめて。無理。見せてくんないの？雪乃ちゃんのさ、初日の、初日やったっけか、なんか最初の方の、めっちゃ眠そうにして、なんかフードこんなんにかぶって誰も見てんなってる写真あるよ。え、何それ、そんなんやってたっけ。え、じゃあ眠かったんじゃないね、あれ。緊張で自分を精神統一させるため
みたいなやつやった。そう、ドラマみたいなやつ。いや覚えてるわ、この人怖っと思ってた。すごい記憶力やばいな。めっちゃ可愛いやつだ。ねえ助けて、もう無理、手に負えへん。なんかもう手に負えない。じゃあ無理や。だってもう雪乃のさ意味わからんとこしか。じゃあね、持つのなんかな。怖いな。みんなさ、さくちゃんがこんな喋るの珍しいんじゃないですか。うん、でもショールームで一人でめっちゃ喋ってるくない？あれ一人やから。喋ってる。うん、そうな。人間の顔ないから大丈夫。怖い、言い方怖い。あの人って言ってもらえる。何歳今？14。14歳？こんな14歳おる？怖い。怖い。はい、ということで。15分経ったので終わります。終わるの？はい、ハクちゃんワカメいる？大丈夫です。諦めへんな。なに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 、むっちゃ他人競技。ワカメいる？大丈夫です。さっきまで信じられんぐらい、あやか練習しててもさ、立ち位置全部ついてこられてた。確かに確かに確かに。ああ、雪乃も早くうどん食べたい。じゃあランキング読みます。13位宝野さん、ありがとうございます。12位たこ焼きさん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位ダンさん、ありがとうございます。9位一番怖い、痛い、髪の毛って痛いねんで知ってる？今日な、公演中にな、左目にな、めっちゃな、かったい髪の毛入ってきてな、めっちゃ痛かった。消えちゃった、ごめん。やばい、怖いわ。ケンちゃんか、ごめんな。9位ジョーさん、ありがとうございます。8位ハチモトさん、ありがとうございます。7位ジュースケさん、ありがとうございます。6位ジンちゃんさん、ありがとうございます。5位チカラくんさん、ありがとうございます。4位イナチさん、ありがとうございます。3位ジョエルさん、ありがとうございます。ゆきのちゃんママのお誕生日はいつやったっけ？10月。やめてあなたがの、やめて1位ルレットさん、ありがとうございます。覚えてね、ちゃんと。マジ？うん、メモしてる。やめて、え、怖っ。なんで雪のママもね、あんたもう逃げ、ママリンチョ危ねえで。だって教えてくれたやん、ママリンチョの誕生日。ママリンチョが危ない。ママリンチョの誕生日教えてくれた。ママリンチョが危ない。もうさっきからゾーンに入ったら手に負えないってさ。じゃあ、ママ私は暴露される前に切ります。ありがとうございました。またね、バイバイ。あ、こっちだった。かわいい。これ時間差あるからな。うん、そうね。そう。で、自分じゃなくて雪のちしてるの。うん。いや、配信終わった後のアイドルを。私そろそろメイク行かなあかんねん。え？次は俺だ。あ、ここ置けるやん。やったー。おー、やったやん。あ、疲れた。あ、疲れた。あんたな、はい、いる？大丈夫。なんでその時だけ地声に戻んの？あー、面白い、サクちゃん。ほら、雪乃がいなくなったから妥協の桜田ですよ。ねえ、サクちゃん。夜公園はもう黒内にしよっかな。あ、どうしよう。何がいい？じゃあ、ワカメいるでしょうか？大丈夫ですって言い続けるわ。え、めっちゃ可愛い。あれ、いる。かわいい、かわいすぎ、かわいいね、かわいいね。やばい、怖い。やばいかもしれない。やばいかも。私何もやってやろう。そんな立てない。うん、これがいつもの黒島です。皆さん知ってますか？誰よりも着替えが早いんです、この子は。
さっきね、そうさくちゃんのねことをねベタベタ触ってたらね、さくちゃんがベタベタしてくるからね、ベタベタ触ってやったらね、あのポニーテールで顔面殴られました。しばかれた。ごめんねさくちゃん。いいよ、やーやったさくちゃん。でもさくちゃんさ、めっちゃベタベタするけどさ、やっぱベタベタ別に平気やからな。うん、うん、え、うん、うん、美味しいの、うん、よかったね。美味しいんですけど、あの顔面されてるのちょっと恥ずかしいかもしれない。嫌だな。あ、この茎や茎やわ、もう、わあ。もう喋るの疲れた。うん、静かになったな、雪のらくなったから。二人同時に消えたからね。うん、うん、緑ってさ、うん、透き通ってるな。私には手に負えないこの子は。なんかな、うん、こっちはな、うん、光沢ある上にな、うん、なんかな、あ、もけもけや、ね、あ、ほんまや、なんか素材が何か全然分かれへんねん。うん、光ってるのになんか、あ、でも分かった、このもけもけの素材の上にこれを、うん、印刷してるってこと？そうそうそう、印刷が出てこないからってことじゃない？これでもさ、裏表逆っぽいよね。え、思った、ね、ピンクもそうだね。ピンクもピンクの、うん、ここの部分が、うん、こっちめっちゃちっちゃいねんけど、うん、こっちの方が綺麗ね。そうなんや、思った。知らなかった。さくちゃんってマジで賢いので、ご褒美のわかめ、ダメやったわ。ちょっと何言ってるかって分からんらしい。あの衣装の素材の違いをさくちゃんは発見したんです。さくちゃんのこと褒めてあげてくださいね。やれたね。もうあやかはマジで、マジで今日マジでやばかったんです。昨日マジでやばかったんです。みんな、いや怖い怖い、何でよ、何でよ、やばい、なんかがさ、こう近づいて離れたりして怖い、助けて助けて、みんなみんな助けて助けて、この配信みんなビビるから。しかもさくちゃんってツボに入ったら止まらないんですよ。なんか止まるタイミングわからんねん。怖い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 、意味わかんない、怖いんだけど怖いんだけど助けて。助けて、あ、止まった。怖い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 。マクちゃんが、あ、また叩いてきた。もう意味わかんないけど可愛いからよろしい。よっち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 。でもさくちゃんだけやで、こんなベタベタ自分から来るの珍しいかも。目なのか見えへんやってさ。時と場合によるからさ、特にミヒナってめっちゃ気分によるからさ、うん、あれだけどサクちゃん常にやな。人間が欲しいね。怖っ。ちょっと一回離れてもらっていい？怖いんだけど怖いんだけど。いや、なんか21年生きてきてサクちゃんタイプ初めてかも。いや、唯一無二。うん、そうだね。ベタベタするの好きなのは、私もベタベタ好きなので全然いいんですけど、怖いです。人の息地を吸うタイプです。あー怖い。そうなの、さくちゃん違う？どこ見てんの？これの、うん、細胞って何でできてるの？もうやだ怖い、助けてみんな。何の粒子からもらったんやろうと思って、うん、考えたこともない。
美味しいか美味しくないかだけだよちょっとあの私の配信見てくださってる方が結構ビビってるかもしれないこんなもんですよ人間の、うん、こんなにべったりなんやね。まだ落ち着いてる方ですからねこれみんな。わすごい、こういうこと、うん、うわあ、ちょっと待ってお子様です、ちょっと待って待って怖いそういうことこれな、うん、こういうこと、すごい、うん、ズボン壊されかけましたでも桜田もう行くね、ね、よし一人の時間や、なんでそりゃ切り替え早腐ってきてる最近全然目見えへん、視力下がったん、なんか公園の日っていうか公園寝てたら見えへんの、あれちゃう、目に汗めっちゃ入るからじゃないかな、うん、コンタクト入れてる、長ん、さくちゃんこれ平気なんですよ、こんなにめっちゃやば、配信で見せるもんじゃないわ見てん、どれ見たらいいのコメントコメント、おはヨークシャテリア、ね、これは何おはヨークシャテリア、何を文字どういうこと、なんかな定型文みたいなやつあるやん、おはよう、あーこれ、あ違う、違うの、あごめんごめん、どれこれ、うん、ファンの人に表示されるやつ、え、そうなんの、おはようみたいな、こんにちはみたいなやつ出るねんけど、うん、すごっ、はい、うんうん、これユナさんのやつ、これこれユナさんのやつ、うん、そういう失敗は、うん、後輩が、うん、でも何も言わずに引き受けるねん怖い何歳怖い、助けてみんな、しかも桜田さんこっちにも散らかしてるんですけど、え、ほんまよね、最悪、さくちゃんのバカ、ね、さくちゃんのこと好き、ちょろーい、激ちょろ、まつげ抜くで、え、怖い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 、痛そうじゃない？うん、まつげ？うん、まつげってさ、あーごめんなさい。まつげって抜いたことなくない？なんかさ引っかかってさ、うん、何だっけ、なんか物もらいになって、うん、あ、なってるーと思って見てたら、うんうん、抜けて一歩、うん、痛かった。やらた。あでも痛いかも。やろう？うん。抜こう？え。あのさくちゃんマジでマジでバレるで、さくちゃんがやばいやつなのがバレるよいいよいいよ、なんか白い物体が映ってる、これしかないけど、うん、さくちゃん、さくちゃんの言葉選びが怖いよすでにかも、みんな知ってました、あやかはお気づきの方もいると思うんですけど若干引いてますいいよ、でもそのままのさくちゃんでおってな、でもあいかさんは、うん、まだこの世界の汚いもの何を知らないって言ってるから、いや全然そんなことないと思う、やろ、うん、知ってる、いやな、全然知ってるやろ全然知ってる、全然この子はあの賢いので知ってると思うけど、でもさくちゃんのさっきからあのまつげの子とかも怖くてあやちゃんはこっちこっちが A なんだけど怖いよ、やぴょー、なになに、でも可愛いのでよしよししちゃいます、やぴょー、今日しかもリサヒおらんから余計甘えん坊やろな、可愛い、でもなんかもうメイクに行くね、えそんなにしすぎやちょっとランキング見ますね、あおはようクシャテリア来ました、おはようクシャテリア、アンジュさんがな、うん、いつも言うてるの、あそうなんや、そういうことね、そう、それのあれだったんや、パクリじゃないな真似だったんや、そうそうそう、ランキングしよう、なるほどね、13位、マットジャックリロイさん、ありがとうございますなんかこれ丸見えなん、いやいや、あやか持ってて
はい、12位くんくんさんありがとうございます。11位トールさんありがとうございます。10位ひろさんありがとうございます。9位かたやんさんありがとうございます。8位前田さんありがとうございます。7位さとくんさんありがとうございます。6位もねさんありがとうございます。5位おおきなやむさんありがとうございます。4位のはしのすけのすけさんありがとうございます。3位チキンナンバさんありがとうございます。2位フレンドちゃんありがとうございます。そして1位じゅんさんさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。あ、黒島平平隊ポンさんありがとうございます。いつもの私の目線、うん、確かにさくちゃんとはこんぐらい顔近づけたりしますね。こっちの画面なんかすごいシュール。確かに確かに。やばいやばいやばい。さくちゃん顔綺麗やから絶対美人になるわ。もうすでに美人やんな。綺麗めっちゃ。めっちゃなんか15分過ぎてそう。うん、まあいいや、うん。ありがとうございます皆さん。うん。夜も頑張ります。いたないよ全然全くマジでなんやねんマジでなんやねんこいつめっちゃ皆さんねあのさくちゃんの変なとこ知れたと思います。バイバイ。福祉かまつうまやん。あっちそっちまこっち今日まこいん中まこの気持ち背負ってますということでありがとうございました。バイバイ。下からアングルやや恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。あ、愛香ちゃんとジオンさん来た。託します。託しますね。じゃあランキングだけ一緒に読んで。いいよ。あ、いいの、うん、今下だ。え、託したくない。え、そうやんな。なんか止めちゃった。ダメの。聞こえてない。あ、聞こえてない、はい、よかった。ギリ、ギリセーフ、セーフ、ギリセーフじゃん。やばい、激寒い縦でしてんのいつも、はい、珍しい。こっちの方が読みやすいんですよ。確かに。でもさくちゃん、なんか秒でメイクいかないと。せん、こっちこっちこっちか。間違えた。はい、せーの、はい、ランキングランキング拍手するわ、読んで。え、こっちがさくちゃんに読んでほしいやろ、絶対みんな。誰か拍手するわ。はい、13位、RC さん、イエーイ。12位がスマタンさん、ありがとうございます。11位がオリオーズさん、ありがとうございます。10位がヤンゼルゼルハッシュさん、ありがとうございます。9位やったっけ。9位がベヤンさん、ありがとうございます。8位がセイくんさん、ありがとうございます。7位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。6位が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。頑張れ。6位が上田和樹さん、言ったっけ。5位あれ5位上田和樹5位が上田和樹さん、ありがとうございます。いつもこんな調子なん。4位字読まれへんねん。やばい。4位が北斗の健志郎さん、ありがとうございます。3位がポンギーさん、ありがとうございます。2位がポンさん、ありがとうございます。1位がジョンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さくちゃんもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。助けて助けて。ありがとうございました。はい、ということで、せーの、ありがとうございました。バイバイ。じゃあ秒でメイクいくからバイバイ。これちょっとラグいから、もうそろそろ切る。そうなん、そうなん、ちょっとラグいな。